やばいやばいやばいぞ。このキラー動きがおかしいんだけど。どういうこと?てか何してんだこのキラー。毛髪電気が2つ修理されてるんだけど、開始からこのキラー同じ動きを繰り返してるんだよね。それってマジでヤバい人なんじゃ。それか、素振りの練習をしてるという可能性も。ないない。この動きに何かの意味を見出そうとするな。だって、そうじゃなきゃこの動きの説明できる?生存者を見てもこの動きをやめないんだぞ。でも、動かしてるってことは操作してるってことだから、やっぱり何か理由があるのかな。見てても何もわかんないし、先に発電機直すか。ということで、すべての発電機の修理が終わりました。あのキラーはどうなってるの?さすがにあの場所から動いてるはずだよね。そりゃそうさ、あの場所でずっと素振りをしているキラーが存在するわけ。ないと思いたかったんだ。この動きしかできないように仕組まれてるんだよ。上のものから脅されちゃってるんだよ。うむ、その可能性が高そうだね。やーい、かかってこーい。いきなり動き出して釣られたら面白いのにね。それはマジでホラーだからやめてくれ。これ何も起きなさそうじゃない?生存者脱出するまでずっとこれしてるぞ多分。この動きをやめることはないだろうね。仕方ない、俺も脱出するかーと見せかけて殴られに行ってみる。じゃあ、バカなの?絶対にお前バカ極めてるよね。だって、ノーアンだなんて思わないやん。いやだ、俺も脱出させてください。あれ?釣りに行かないみたいだね。やっぱり何考えてんのかわからないけどありがとう。俺のおふざけに付き合ってくれてありがとうやでー。本当に何なんだよこれ。このキラーに中の人がいるか不安になってきたんだけど。何失礼なこと言ってるんだねアテネ。こんなにも心優しいキラー、仏の心を持った人がプレイしてるんだよ。へえ、そうだったんだ。とりあえずさっさと脱出しちゃおうね。さらばだ心優しきキラー、お前のことは一生忘れねえからな。てなわけで、普通に試合をやっていこう。なんかアベル最近ずっとデドバやってない?あんだけ大好きだったスプラはどうした?いやもちろんスプラも大好きだよ。でも、デドバが俺の中で来てるんすわー。あ、心音か。さっきの試合のせいで忘れてたけど、これ普通に怖いゲームなんだった。うおー、どこから心音聞こえてるんだよー。あ、目の前にいたわ。今のアベルのチェイス力じゃすぐに殺されるからね。絶対に見つかるんじゃないわよ。心得ております。あー、蹴ってるわー。元気に発電機に蹴り入れてるわー。多分違うところの発電機に行くと思うから、今がチャンスだよ。うむ、発電機をどれだけ早く直せるかってゲームだからね。おいおいまたキラーちゃんがこっち来ちゃうでしょ?まあ罠を無効化してくれる人いるとかなり助かるけどね。アベル全然下見ねえからな。まずこんな暗くて下に置いてある罠を見極められる人いるの?専用のパークないと無理だって。うん、とりあえず仕事しようか。それでは、発電機の修理に取り掛かりたいと思います。グレート連発しちゃうぞいやー。最高にタイミングの悪い男だなおい。というか、もっとキラーから遠いところ直しに行けよ。だって足が疲れるんだもん。まあいい、俺の素晴らしいチェイスを披露してやろう。せめて10秒以上は逃げ切るんだぞ。あれ?俺も視野雑魚だと思われてる?しっかりとキラーの動きを観察するのよ。そして相手より先に行動するの。了解しやした姉さん。ああ、だがここら辺は見晴らしも良くてチェイスするには最高の場所だぜ。だっは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 。そこの小屋、窓枠と板の両方が備わってるから強いよね。上手い人だと長い時間ここでチェイスしてるイメージ。相手の動きを読んだりして、逆の方に逃げるとなおよしって感じ。お、これは逃げ切れたのでは?でも心音はまだしてるからね。大丈夫だって。ジャイーン、そっちからいらしてるとか聞いてないんですけど。いやなんで君はあれで逃げ切れたと思っちゃったの?全然横警戒しないしよ。俺のこと強者と思って諦めたのかと思ったんだもん。とりあえずここでやり過ごしたい。こっちに逃げたことは気づかれてないみたいだね。でもまだ油断しちゃダメだからね。こんな状況で油断できるわけないよね。ヒーヒーヒー。めっちゃ危なかったんだけど、なんとか逃げ切れたみたいだね。どうよこの素晴らしいチェイス力。みんなも俺の動きを参考にしてくれてもいいんだぜ。悪い例を参考にさせようとするな。でも、最近デドバやってる人増えてるんじゃないの?まあプレ4でやってる人が多そうだよね。いや、第5人格の方が多いのか?ああ、どうなんだろ。第5人格とデドバ、どっちをやってる方が多いのか気になるわね。と困った時に活躍するのがアンケートくーん。さあみんな、どっちをやってるか答えてくれー。このチャンネルの視聴者だったら第5人格っぽい。てかアベル全然デドバの動画あげないやん。いやまあやらなくていいんだけどね。多分今後増えていく予定ではあるよ。この動画が好評だったらね。本田翼ちゃんもやってたぐらいだからな。というかその影響でまた始めたんでしょ?えへへ。バッサーの放送はちゃんと見てましたぜ。やっぱり規模がすごかったよね。てか、二人とも負傷したままだけど大丈夫かな?まあまあ、逆境とかでもつけてるんでない?俺はコツコツと発電機修理するでー。脱出できたでー。おお、なんとか無事全員脱出できたみたいだね。3回ぐらいは釣られとけよな。アテネさんそれ死んでます。オゾ町来たー。まだ全然マップ覚えられてないけど、ここはなんとなく覚えてんだよね。名前もマップもシンプルでわかりやすいからね。
そして今つけているこのデジャブというパーク、発電機の場所が表示されるからマップ把握してない時におすすめ。おっすおっす、お前が捕まったらこの懐中電灯で助けるからな。今のおっさんすごい挨拶してきてたな。もしやライトの使い手だったり、ジジイは地雷キャラと言われることが多いんだけど、あの人はなんだかやり手な気がする。ジジイって地雷キャラだったんだ。むむむむむ、なんだか鼻歌のようなのが聞こえるような。あ、これはウサギ子ちゃんの鼻歌だね。こいつ鼻歌してるから場所わかりやすくてバレにくいんだよな。うん、なんだってバレにくいとか言わなかった。大丈夫大丈夫、この板ポジでぐるぐるチェイスし、あいたたた。まあ板を使われないことがキラーとしては嫌なことだからね。板を使える状況にすら持ち込めてなかったけど。いやだ、こんな序盤で釣られたくないだ。おっ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 、運よく見失ってくれたみたいだね。どうよ俺のこのチェイス力、キラーを巻くのなんて容易なことなんですわ。容易、かっこ速攻見つかり速攻一撃食らうかっこ閉じ。そうだね、容易なことだったみたいだね。生きってすんませんでした。てかさ、パークがまだ全然揃ってないのが痛いのよね。確かにまだレベル低いし、パーク3つしかつけれてないし、そもそもアベルそんなキャラ育成してたっけ。この子はフェンミンちゃんと言ってたな。課金して変えられる顔が可愛かったので速攻課金して購入したのだ。はぁ、結局顔で判断してるのね。キャラによって固有パークとかがあるんじゃないの。うむ、クローデットの固有パークがかなり優秀らしいので、この後泣く泣くキャラ変更して育てたったよ。なるほどね。あー痛いなー痛いなー、誰か傷を治してくれる心優しい人はいないかなー。ち、発電機修理するのが遅れちまうだろうが。そうだよアベル、なんで治療キットじゃなくて工具箱持ってきた。他の人の手を煩わせやがって。全然大丈夫ですよ、こんな人の治療でもポイントがもらえるんで。なんかボロクソ言われてる気がするんだけど気のせい。あー、さっきの懐中電灯おじさんがやられちゃった。でも発電機の進みは順調だね。とりあえずここの発電を終わらせてから助けに行くか。ということで助けに来ちゃったぞい。うわぁ、よりによって地下に釣られちゃったのか。地下釣りは救出面倒だからなー。助けてくれー、わしの懐中電灯に活躍の場を与えてくれー。安心しろジジイ、俺が今すぐ助けてやるからな。でもキラーが近くて怖し。もしやこのハントレス、キャンパーなのでは？ずっと信号になってるし。あ、他の味方が助けたみたいだね。でもこれは無理救出だったのではなかろうか？ジジイまた釣られそうだなー。あ、でも助けた味方が壁になったみたいだね。僕も壁になる、僕も壁になるからその斧で殴ってください。君と M 隠す気ないよね。あー、これどちらかやられちゃうよ。だがしかし、俺が攻撃されたらさらに状況悪化しそうだし。だけどもやっぱり俺を一回ぐらい壁にしてもらわないとプライドが。お前のプライドって何なの？一体どこにプライド感じてんだよ。オラオラウサギ子野郎、俺を殴れ。そしてジジイはもがいて逃げ出してくれ。逆光気持ちいいぜ。マジでこいつ頭おかしい。あ、あの人も壁になってるから逃げ出せるのでは？いいねいいね、これが連携ってやつなのよ。みんなすまない、わしの懐中電灯のためにすまない。別に懐中電灯のためじゃないけどな。とりあえずさっさと発電機終わらせた方がいいんじゃない？まあ、それもそうだね。てか結局逃げ出せなかったんかい？で今、ジジイがジジイを救出に向かっております。ああ、この試合ジジイが二人いたんだな。ジジイ今助けてやるからな、ありがとうジジイ。恩に切る。いや声が同じでごっちゃになるわ。でもこれはなんとか脱出できそうだね。あのじいさんをちゃんと救出できるか不安だ。てかもう一人のジジイ助けてなくない？おいおい、さっきの会話は何だったんだ。近くにキラーいないからチェイスしてるのかな。つまり今が救出のチャンスっつうわけだな。ほらジジイ、一緒に脱出するぞ。ってあぶねー、これジジイヤバいんじゃないの？次釣られたら死んじゃうよ。俺が何としてでもここで食い止め。あじゃーん、何してんだよお前は。少しはノーアンの警戒をしやがれ。あーあー、ジジイーと、どうして？アベルが無理救出するからだよ。あんたがちゃんとキラーの位置を把握してれば、こんなことになるなんて思ってなかったんだもの。あー、中身の入ってないジジイが、オンオンオーン。ノーアンついてるし、これは救出無理そうだね。死んで報いを受けるのよ。でも待って、もう一人のジジイが救出に来てくれてる。ジジイー。だから最初に言ったろ、俺のライトが希望の光になるってよ。かっちょえ、本当にライト救出するつもりなの？マジで上手くないと成功しないと思うんだが。まあライトってぶっちゃけ弱いからね。あー、二人目のジジイまでもが犠牲に。あれ、ネアちゃん回線切った方のジジイ助けてない？そいつはもう抜け殻なのよ、ここにはいないのよ。ネアちゃん助けてくれー。ジジイが釣られる間に俺を救ってくれー。うわ、お前マジで最低だな。その後無事救出してもらい脱出できましたとさ。あー、ジジイ二人があんたのせいで犠牲に。本当の地雷はジジイじゃなくてお前じゃねえか。あへー。